はい、どうもしです。ガムです。ガムです。新潟奇想天外グルメルーレット、デカ盛り編。初めてですね。しましたね。ここ行くしかないでしょう。ということで、まあ知ってる方は多分知ってると思うんですが、柏崎の万来食堂やってまいりました。大盛りが約 3.5 キロぐらい、十何杯分でしょ、ご飯。やばいね。見たんだけど、ただそれ多分普通に食えないんですよ。どうやったって。でそれ入っちゃうじゃん。うんうん、だって4人でやっと食えるかぐらい。まあそれぐらいかもね。なんで、まあ、まあ YouTube 的にはオーダーして欲しいんだろうけど、うん、だって俺の入る限界も自分で分かってた。自分は自分のこと。だから普通盛りでもものすごいのが難しいから、まあ、普通盛りにチャレンジしようと。あ、弱気ですね。弱気というか、だって捨てるんですよ。まあね。我々大人ですから。そうね。そうそうそう。スタッフで美味しく食べました。食べてないから。食べてなんかそういうことをしたくないから。間違いない。全員注文するしかない。そうそうそう。なんで、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、今回は、普通盛りでね、ちょっとやらせていただきます。まあ、大盛りの方は写真で出します。ということで、じゃあ早速行きましょう。行きましょう。もし今まで一番大食いしたなと思ってどれぐらい？一番大食いしたなんて1キロぐらいじゃない？1キロ、うん、自信はどうですか？え？自信は全然ない、全然ない。体調は？体調良くない。2時間しか寝てない。そして朝飯を食ってきた。朝飯食ったのは空腹を避けるため？空腹を避けるためじゃなくて体調を整えようと思った。朝飯を食わなかったら昨日の夜から何も食ってないわけじゃん、うん、はいはいはい。で夜寝てないわけじゃん、はい、夜通し寝てなくて、うん、だから空腹にしようとすごい迷った、うん、でもあの空腹すぎると入らないんじゃないかなって、うん、それ言うよね。言うじゃん、うん、だからね無理やりちょっと朝飯を入れたの、うん、そしたらねお腹いっぱいになった。食うなよ。ということで注文決めました。します。あれしたんじゃないの？まだまだ。ねえ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 、お会計する？お会計。水だけね。もう今の話でもうだいぶ取れなかったから。水だろ。まあまあ、おしはもう決まってるから。これ麻婆麺にしようかな。わかる。え、すごいうまそうだったんだけどさ。え、でも俺もなんか普通にカレー食いたいな。じゃあ俺カツカレーにしよう。俺カツカレーに？うん。小盛りの方でしょ。まあ普通だね。普通盛りでしょ。これじゃない？小盛りにしないと。小盛りできるのかな？できるよ。あ、そうなんだ。うん、聞いてみよう。小盛りはね、800円ぐらいだったと思う。あ、なるほどね、うん、そっか、あ、じゃあそれがいい。それでもだってご飯3杯分くるからね。やばいね。そういうことね、うん、すごいね。え、ちょっとやばくない？作る分量間違えてるか。すごいすごいすごい。まあじゃあガン、もう早速行きましょうよ。はい、ガン君、魔法麺です。大丈夫大丈夫。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いただきます。いやでもいい匂いするね。うん、うまそう。あ、ガンガンガン、まずこれからだった。それはいかないから、忘れ物ある。うわいいね。めっちゃ細麺じゃん。絡むじゃん。細麺じゃん。辛み、めちゃくちゃうまそうじゃん。すごいすごい。はい、でこう。バッの頭ぐらいの麺系。本当だよ。湯たんぽくらいあるね。うん、湯たんぽ。いや、ほんとそうだわ。湯たんぽくらいあるわ。うん、1キロぐらいあるな。いただきます。オムライスにはうるさいですからね。うん、俺はオムライス大好き。あった、タバコ。ないない。この豚肉がめちゃくちゃ美味しい。うん、なるほど。いい肉汁出して。はい。しくなめです。はい。少なめですね。あざっす。これがこっち普通盛りね。
こっちが小盛り少なめ食えるわけねえかよ結構一緒だよこんなのさすごいね食えるわけねえかどうかも来ましたねあっあの星が思わずただ笑うだけっていう言葉を失うって出てきた時にさあ美味しそうとかじゃなくてさこんなに嫌な気持ちになったの初めてだよ食べ物でねやばい。キャベツもかかってね。うん。あ、いいね。ちょっと家庭的なね。うん。懐かしい感じだね。あれ、うん、うまい。じゃあこいつをやっつけていくわ。普通にうまいね。カレーめちゃめちゃうまいよ。マジで？マジでうまい。カレーうまい。激うま。普通盛りも小盛りもカツの量は変わらないって言ってたよね。あ、なるほどね。うん。小盛りでこれじゃん。うん。もっと少なくするな。どうしたらいいんだ。なんて頼めばいい。今ちょっと何もわかんないですよ。こじくってるだけだ。うん。今こんな感じ。いいよ。まあこんな感じ。そうだね。こっち側からの絵は何も変わってないからね。うん。すごくない？カツ。厚み。厚み。やば。肉。いい断面。おお。すげえ。無理。重った。今のね、今ずっとさ、こうやって持ってたじゃん。多分足筋肉痛だから。弱っ。お前がワンタンで飲んだ。肉すごいな。これもう二刀流だな。うん、肉うめえわ。でっか。もしかしたら3センチぐらいある肉だね。いい仕事してるな。スープ飲んでダメだと思う。いい仕事してるわ。スープ飲まない方がいい。うんよ。カツカレーでそんな熱いの初めて見たわ。うん。設定何？2時半だったかな。2時半まで全突破だよ、多分。喋んなかった。この前ね、視聴者の人からさ、うん、いや、十分夢を与えてくれてますよって言ったからさ、うん、こんな俺でもこんなうちらでもね夢与えられてんのかななんて思ってたんだけどさ、別にこれも食ったところでなんか夢を与えられると思わない確かに、全くだ。俺今何かを探してんだよ、頑張る理由を。もしね、断面どんな感じだ、そっちの。半分入ったんじゃない？はいはいはい。結構いった。ちょ、緩めるってマジで。惜しいだと思った。惜しい、ゴムパンなきゃ大丈夫。ハーパンにしようか迷ったもん。足まで膨れるんじゃないかな。あんたの胃袋どこにあるんや。お店入る前とさ、お店出てきてからさ、全部別人みたいになってきてやる。すごい。すごい。
そういう目をしてる。よくわかんないけどさ、自分の罪を改めて今までしてきた、うん、出家しようかな。こいつ何と戦ってんだろうね。別にでもやめるって言い出さないね。なんとか試着して起こすこと増えましたよ。コンパクト作戦。マジで来た時より目ちっちゃくなってるんですか。顔膨らんだんじゃない。それでか。それで目がちっちゃく見えてるだけか。こっちからこう持ってきてね。目がちっちゃくなってるじゃない。顔がこう太った。目ちっちゃくなってる。そうかそうか。そうかそうかじゃねえわよ。帰ろう。ということで、おしさん。今回の挑戦は。すいません。もう食えないですよ。別にこれは挑戦じゃない。大食いのお店を紹介してるだけだから。そうなの。勝手になんか俺が戦うみたいなこと言ってたからさ。もし最後あの応援してくださった方にちょっと一言ありますか。いや応援してねえだろ。どうせ。はい、ということで、バナナイテンさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、コスパは最強でしたね。めちゃくちゃ美味しかったけど、盛りがすごい。盛りがすごい。まあ、ここ、一つだけ注意点がありまして、ここはシェアがしてもいいんですけど、必ず来た人数、一人一品必ず頼んでくださいよっていうのが一応ルールらしいんで、そこだけ注意してください。ということで、次のお題を、いきます。いつもより多く回ってます。激辛はやだ。激辛とデカ盛りもちょっとやめよう。おおおおおおおいい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 ね。ここだね。激安500円以下。初めてだね。初めて。うん、やった嬉しい。では次。はい。誰がと。はい、誰が。ちゃん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 。誰だ誰だ。おっ、はい、来たー。おー、はい、来たということで、じゃあ次のお題は激安500円以下のもので、私とバンバ担当ということで、それではまた次回の動画をお楽しみ。さようなら。言わないんだ。チャンネル登録言わないんだ。よろしければ高評価、チャンネル登録。